2010年のアメリカグランプリは、ロードレース世界選手権の2010年シーズン第9戦として、7月23日から25日まで、アメリカ合衆国カリフォルニア州のラグナセカで、開催された。例年通り最高峰、モートジッピークラスのみの開催となった。今回、LCR ホンダチームでは、前線ドイツ GP で、蛍骨等を骨折して療養中のランディ・ドプニエの代役を、 ロジャーリー・ヘイデンが務めた。これはロジャーにとって2007年のアメリカ GP 以来のモート GP 出場となった。土曜日の予選セッションでは今回アメリカでのチンクエチェントの発売を記念したスペシャルペイントのマシンで臨むフィアットヤマハチームのホルヘロレンソが5000連続となるポールポジションを獲得した。2番グリッドにはケーシー・ストーナー、 3番グリッドには自身クラス初のフロントロー獲得となるアンドレアドビーツヨーゾが入った。日曜日の決勝レースは4番グリッドからスタートしたダニペドロサがトップに立ちレースをリードしていたが12周目に転倒を喫してしまう。その後はロレンソが独走体制を築きシーズン6勝目を挙げた。2位にはストーナー、3位には ドビツオーゾとのバトルを制したバレンティーノ・ロッシが入り、欠場明け2戦目にして、表彰台に立った。ポイントランキングでは、トップのロレンソが今回ノーポイントの2番テッペドロサに、対し72ポイントの大差を築いた。フィアットヤマハチームのスペシャルペイント。ロッシ社、ロレンソ社それぞれに、ネットで募集した500人のファンの顔写真が貼られている。ありがとうございます。